コナミスポーツクラブ本店サッカースクールの若月コーチが公園でできるサッカーのドリブルの練習を紹介します。それではボールタッチの練習を行います。まずはその場でボールタッチを行います。この時のポイントはボールのてっぺんを足の裏のつま先に近い部分でリズムよく触ることです。それができるようになったら前に進んでみましょう。この時背筋がまっすぐになるように注意して行います。その次に後ろ向きで進みます。それではボールタップの練習を行います。最初はその場でボールの横を親指の内側で優しくリズムよくタッチします。できるようになったら前に進んでみましょう。この時背筋を伸ばして膝を柔らかくして行うようにしましょう。そうしましたら帰りは後ろ向きで戻ります。それでは直線の利き足でドリブルをする練習を行います。この時、ゆっくりでいいので最初はたくさんボールに優しく触ることを心がけましょう。慣れてきたら少しスピードを上げてみましょう。利き足ができるようになったら次は利き足と反対の足で行いましょう。この時も最初はゆっくりでいいので、たくさんボールに優しく触ることを心がけましょう。それができるようになったら少しスピードを上げて前に進むようにしましょう。今回はジグザグドリブルを行います。今回はコーンを使用していますけれども、コーンの代わりにご家庭にある目印となるものをご用意ください。まず最初に利き足でドリブルをします。この時注意することはコーンに当たらないために細かく優しくボールをタッチして運んでください。慣れてきたら少しスピードを上げましょう。たくさんボールを触ることを常に心がけましょう。次に利き足と反対の足でドリブルを行います。最初は細かく優しいタッチで進みます。慣れてきたらスピードを上げてコーンに当たらないように細かいタッチでドリブルを行います。インサイドドリブルでジグザグドリブルを行います。この時コーンに当たらないように右足と左足をうまく使い分けて前に進みます。最初はゆっくりでいいので、右足と左足、たくさんボールに触って進むように心がけましょう。それではアウトサイドのドリブルを行います。アウトサイドで優しくボールを触り、細かいタッチで前に進みましょう。コーンに当たらず、たくさんボールに触って進むことが大切となります。次の動画も楽しみにしてくださいね。